目指せポケモンマスターJihadiTakashiです。今日はエレザードを使うんだけど、今回のエレザードは相手のダイマックスエースを完全無力化する害悪エレザードに育て上げてみました。ヘビニラミで相手の素早さを半分にしながら、送電っていう技を上から押すことによって、これ送電を打たれると相手の技が全部電気技になるんですよ。だから、まあ、電気タイプの技は半減で受けられるエレザードで、上から送電を押すことで、まあ、相手のダイマックス技を全て第3弾に変えて受け切るっていうのが、まあ、今回のコンセプトで、素早さと HP に努力値を回しているので、足らない特攻、まあ、火力の方はハイパーボイスを打った時に起動するノドスプレーで、まあ、補填していこうかというところと、海洋ガと組ませることで特製の雨降らしじゃなくて、特製の、乾燥肌が起動して、雨状態の時HP が徐々に回復するので、まあ、さらにパラボラチャージっていう、まあ、ギガドレインの電気タイプみたいな、技を搭載することで回復ソースとして居座り性能を上げていくっていうタイプの、まあ、決まれば絶対おもろいと思うんだけど、まあ、どうかな、まあ、これを決められるかどうかはポケモントレーナーの腕次第だというところで、早速行ってみようと思います。マッチングしました。北朝鮮の方かな、対戦お願いします。エースバンウーラオス、レイジューランドロス、ポリゴン2、カプレヒレ、日食ネクロズマが伝説枠という舞台。これ海洋画から入ってレザード後ろに構えて、いやダイジェット打ってきそうなやつ結構いるから、これボルトロスにしよっかな。ランドとか来たら儲けもんだ。ネクロズマからいきなり来た。ネクロズマからいきなり来てくれるのか。これ初手ダイマがちょっと重いな。初手ダイマがとっても重いんですが、これなんなら俺も初手ダイマまであるよな。裏誰だっけ。でこれさ、ダイアース打ってくると思わん。ダイスチル半減だしで、と考えるとこれボルトロスが正解なんだよ。いや俺これボルトロスに交換しちゃおう。相手ここで龍舞はまずない。普通に殺されるから、潮吹き潮吹きなりなんなりで殺されるから。いや俺ここね、相手勝ち筋拾うんだったらダイアースが一番可能性高いと思うんだよな。まずダイマックスで、ダイスチルはありえねえし、ダイサイコもダイサイコ打つぐらいだったら俺ダイアースだと思うんだけどな。まあ、俺はダイアースほぼ一点読みしてるけど、さあここはどう相手には移ったか。残念だったな。一歩読み勝ったようだこの俺が。さあ次、次は、ここもスチルはないから、次に飛んでくるのは絶対に、まあ、あればダイサイコなんだよ。ダイサイコが飛んでくる可能性があるから、ここでエレザード、ここでエレザード飛ばしちゃって、でヘビニラミしてもいいし、あ、まあ、余裕がありそうだったらヘビニラミ、余裕なさそうだったら回復みたいな形でいいと思います。ダイサイコ全く余裕がなさそうだ、全くもって余裕がなさそうなんだけど、これさ送電でさ相手のダイマターン枯らせるくない。これ乾燥肌でしっかり回復がまず入るだろ、入ってでこれ送電をしたら相手の多分打ってくる大サイコが大サンダーになるから、これ大サンダーだよな、大サンダー打ってきた。いやすげえこれ面白い。あ、大サンダー打ってきたんだけど大サンダー打ってきやがった。でこうなったら相手次の、まあ、エスパー技がフィールド補正を受けられないんだよ。そのサイコファング持ってんのかフォトンゲイザー持ってんのか知らないけど、これで改めてヘビニラミとかそんな感じでいいんじゃない。ヘビニラミ打ちます。で、まあ、この後はちょっとパラボラチャージとかでなんだかんだっていうのもありなんだけど、ありはありなんだけど、相手に龍舞でがっこり積まれちゃうとちょっと元も子もないんで、ここはさすがに相手に回復ソースがあることも考えると交換するべきかなと思っていて、やるべきはここで殴られることが想定されるんだよな。多分二竜舞なんかしてこないよね。二竜舞なんかしてこないんだよ。だからこれ万が一普通に殴られたらクソやばいから、一応その海洋川は切れない。だから一回ボルトロスに交換する。さあどうかな。ここは竜舞打ってきた。安い安い、これは安い。これで相手の S がプラマイゼロ状態だから、だからまだまだ、このボルトロスは抜けない。で雨が上がったから再度、海洋ガで潮吹きを打てる状態にはある。これはもうね、ワイルドボルトで削りにかかっていいはず。
ここでさすがに相手はもうこれ以上積むっていう行為はやりづらいと思うんだけど、まあ、それでももっと積んできそうだったら、金木ね、あ、フォトンゲイザー、フォトンゲイザー打ってきた。オッケーオッケーオッケー。これは死んじゃうんだけど、間違いなく、間違いなくね。ここで改めて海洋画でいいっすね。ここで海洋画や。いや、強くなかった今の動き。今のムーブ、完全に相手のダイマックスターン3ターン、無駄にさせたぞ。で、多分ね、ま、さすがに雨降らし、雨降らしというか、ね、潮吹き、この残り HP からは耐えんと思うんよ。で、いるとするならば、レギュレで受けに来るムーブが考えられるんだけど、まあ、そうなったら、第3弾打てばいいかな、潮吹き。まあ、これは受からんでしょ、さすがに。ナイス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 。どう？海洋画とエレザードの相性がメタメタに良くないか。自発的に雨で乾燥肌起動して回復ソースにもできるし、なんか、そもそも、その、海洋画が呼びやすい電気タイプのポケモンとかに対しては滅法強いしな。あ、これはまずい。これまずいんだけど、インファも一貫してしまっているので、いや、これは、うん、決めに行くんだったらダイアイスで行けばいいんだけど、ダイアイスどうかな。いや、これもダイアイスだったらギリ、いや、いけるよな。タスキー貫通できるだろう。いや、これもダイマ切ります。ということで、これで S が逆転するんで、暗黒強打が先に襲いかかってくる。あ、もう一撃耐えそうだね。もう一撃耐えそうだ。特攻高いし、不一致とはいえ、ダイアイスを耐えることは、あらららららら。あ、それはまずいっすね。倒せるんだったら、ここで、行っちゃえばいいと思ったんだけど、ちょっとこれは、俺のダメージ感覚が甘かった。まあ、じゃあ、ダイストリームだ。まあ、どのみちこれ、技もう一発耐えるからいいんだけど、いいっちゃいいんだけど、なんかちょっと、まず俺のダメージ感覚が甘かったっていうところも含めて、すごく惨めな気持ちになっています。はい、ウラオス破壊で、ラス1ここ、まあ、レヒレから出さんかったってことはどうだろう。でもレヒレがいたとしても、結局ダイマックス切られて第3ダーで打ち殺されるだけだから、まあ、来れんかった説はある。これカプレヒレじゃね。レヒレだ。しっかり北朝鮮の言葉まで理解するようになっているぞ。これはカプレヒレって85族なんで、まあ、スカーフだったら上からって感じではあるから、いや、最速スカーフを警戒するんだったらここエレザードなんだけど、そもそもこの残り HP の海洋が落とす技多分レヒレないでしょ。スカーフなんだけど、いや、まあ大丈夫だよな。オッケーオッケー。急所でこれか。危ねえ、これ急所が原因で負けてたら切れ散らかすところだったぞ。よかったな、相手の方。はい、大さんありがとうございました。どう、エレザード、なんか思ったより簡単に決まったんだけど。はい、マッチングしました。ザベコさん対戦お願いします。ガラルヒヒダルマ、カプレヒレ、ザシアン、サンダー、レイジュランドロス、バンギラスという舞台なんだけど、これ多分ね、俺ガラルヒヒダルマから来ると思うんだよね。ガラヒヒ大賀より早いから、これウーラオスから入らないといけなそうで、海洋がエレザードでも決定かな。相手はレヒレからはすんごくやばいんだけど、で、あとまあムーンフォースだよね。まあ、メガネとかじゃない限りは多分エレザードで受け切れると思うんだ。ただミストフィールド展開されてるから、ヘビにらみで相手をまひらせる動きは取れないというところに留意しながら、ここはエレザードに引いていきます。まあ、よほど、火力特化型のカプレヒレでない限り、ムーンフォースは受け切れる。うん、てか、俺が海洋画から出してきてたらどうするつもりだったんだろうな。耐久に回してるから雷ぐらいだったら耐えるっていう話なのか、これは何ですか？いや、これむしろありがたくねえか？これ多分大フェアリーでしょ。気狂ったかのように雑にダイマックス切ってきてるから、相手裏に絶対ザシアンいるんだよ。で、大フェアリーが飛ぶ。これちょっと火力特化とかだったらちょっと困っちゃうけど、大丈夫そうだ。全然大丈夫そうだ。これなら、一回これ送電じゃない？送電でこれ3ターンいなせるよな。3ターンいなせるし、
やただ次のターン気持ち悪いことにフィールド補正がかかってくるっていうのが嫌だけど、多分それ込みでももう一発耐えるでしょだよね。タイプ1がなくなってっていうことなわけだから、うん、今の火力の 1.3 倍だからこれギリ受けが成立する。ギリッギリね。次も送電かな、うん、これ送電打ち続けないと大フェアリーが飛んできた瞬間に俺死んじゃうからいいよいいよいいよ。電気タイプになっていく。カプレヒレから大サンダーが飛んできてんだけど、これめちゃくちゃ面白いな。でこれちょっと火力がね微妙だから、まあ場合によってはこれパラボラチャージで回収し HP 回収しても相手のムーンフォースで押し切られる可能性はある。相手がスカーフではなさそう。パラボラチャージ、しかもこれエレキフィールド補正かかるんだ、でかっ。これさあ、この急所絶対有効だ今後の展開において。いやこれさ、その相手に強制的に第3弾を押させるからおのずと次のパラボラチャージの火力も上がるっていう、あの超絶凶悪なコンボしてんなこれ。あ、食べ残しや、まあ、食べ残しカプレヒレに文句言われる筋合いはねえだろ。これエレザードはまあ一応もうお役ごめんっすね。これおっと、パラボラチャージが透かされていくのか。これはザシアンなんかもらっていいの、なんで逆に。これは多分ウーラオスがきついんだ。ウーラオスをしばくために絶対にレヒレが必要ってことでしょ。でこれ格闘技あるんかな。うん、いやこれエレザードの役割も本当に十分なのであろうか、本当に十分なのであろうか。ラスイチが要はウーラオスに弱いってことでしょ。だ相手あからさまにウーラオスを警戒してるから、だからここでウーラオスをキルムーブはかまさない方がいいんだよ。まあこれエレザードもう十分かな、十分だと思います。インファイトをお持ちのお客様なんで、まあこれはウーラオスに交換しててもまずいことになっていたと。この急所は無効急所だろう、くれてやるよ。でこの後、いやこの残り HP の雑誌は潮吹きで死ぬは死ぬんだけど、電光石火で若干でも削りを入れてくるかどうかっていう話にはなってくるんだよな。ここでダイマックスを、いやでもダイマ切れば解決する話だから、相手目線ここ電光石火打つだけ打ち損な気はするんだよね。で相手この残り HP からレヒレでは受けられないんで、俺も潮吹き打ちます。わあ、ザシアン引っ込めてくるの偉いな。これレヒレってこと？多分受けられないぜ。半減とはいえ厳しいと思いますよ、さすがにこれを受けるっていうのは。潮吹き多分ねこれ倒せると思うだよな。オッケーオッケーオッケースオッケース。でこれでさ、こんなことで相手レヒレ失ってよかったのかな。いや俺これ雑誌にワンチャンかける方がはるかに分があったと思うけどな。ほらこうなるでしょ、こうなるから何の意味もないんだよ。でこれは、まあ、ダイマックスを切るべきかな。これ強獣、いやこれでなんかじゃれつくとか打たれてオーガがダイマごと死ぬってことは、まあまずないだろう。ここでもダイマックス切っちゃいます。ガラルヒヒダルマがいたら多分このタイミングで出してきてるから、多分ガラヒヒいないんだよね。じゃあれ、これ耐えるでしょ。あれこれ素でも耐えんの、オーガの物理耐久で。まあ言っても伝説だからかな、ちょっとわかんないや。あでこれで相手ラス位置によっては一回海王が引いて、スカーフ復活させて殴るムーブもかませるし、まあ、どの道これは俺の勝ちかな。ガラヒヒだったね。ガラヒヒなのか結局。まあ、でもこの残り HP のオーガをワンパンする技は持ち合わせてないと思うので、まあ、上から一発殴られてはしまうものの俺の勝ちだな。これでチェックメイトや。いや強くない普通に。あの送電ムーブ、送電むちゃくちゃ強いと思うんだけど、なんか強制的に相手に第3弾打たせてエレキフィールドまでもらうから次の電気技の火力まで上がるっていう特典付き。
最強だ。マッチングしました。エドワードさん対戦お願いします。オーロンゲサンダー、メタモンラプラスザシアン、そしてレイジューランドロスといった舞台、こちらまあ大賀から言ってもいいんだけど、まあ、おそらくオーロンゲから気色悪いことをされるので、オーロンゲボルトロスから入っちゃおうかな。ボルトロスから入って挑発打って無力化しつつ、大賀はまあ必要かなというのと、エレザードでまあこれはもういけるんじゃない。さてお相手、あ、レイジューランドロスから来たんだけど、マジ、これすげえ出し勝ったぜ。ボルトロス負けん気なんで、相手の威嚇を受けて逆に A が2段階上がるから、まあ、トータルプラ1になるっていう。でこうなると相手はなんならもうこれダイマックス切って応戦しないといけないレベルできついはず。で俺ここダイマックスっていうかダイジェットからもう入っちゃおう。もう俺いきなりからこれ行くからな、よろしく。まあ、ただダイアースが 100% 飛んでこない盤面だから、え、タスキとかありえねえよな。じゃ死ぬぜこれ。ランドロスいいんだ、ありがとうございました。そのエレザードでとりあえず3ターンあのかわすムーブしても別に悪くはなかったんだけど、あ、そもそもランドロス地面タイプだから送電自体が効かないのかとか思ったり思わなかったり。メタモンがまずい、いやそういうことか、メタモンがいるからいいってことね。ほんと気持ち悪いよお前そういう考え、本当に気持ち悪い、あの心からそう思う、マジでマジクソ気持ち悪いと思う。第3弾打ちます。まあ言うてワイルドボルトでワンパンはされないだろうし、まあ片やこっちは命の弾も持ってるから第3弾で殺せるし、はい、おととい来い。もう脳死でメタモン使うやつほんと虫ずが走るぜ。戦術の卓から降りるな。狂気の世界で戦うものを愚弄するような策を取ってくるんじゃねえボケが。で多分ラス1ザシアンなんで S1 段階上昇の、お前はもう死んどけや、地獄に落ちろ、二度と剣盾環境に面出してくんじゃねえクズが、人間のクズめが。そうやって勝負事から逃げて都合が悪くなったらすぐに逃げ足を踏む、その腐った根性ごとどっか地獄の釜の底で叩き潰してくボケが。ということで今日はこんなところにしようかなと思いますよ。送電兄さんの育成論は概要欄に載せとくから、よかったら使ってみてください。うん、ご視聴ありがとうございました。